チャオ、あっちゃんです。この前からね、ちょっとライブでもうちらっと告知してんけどもね、新企画、あっちゃんに公開相談っていう企画を始めます。で、何かっていうとね、あっちゃんに相談事とかちょっと公開で動画でお答えになんねんけどもね、相談とか、質問コーナーってよくやんねんけどね、あっちゃん質問コーナー言うて、質問コーナー、質問だけじゃなく相談とか何でもいいよー言うてやんねんけども、やっぱりこう時間っていうかね、一人何ぼかずつで答えていく、だからこう細かに相談っていうのができへんからね、一人一人こう相談を受け付けて、でその相談に対して、お答えしていきたいなって、きっちりお答えしていくんでね、一人一本ずつ動画を作れるような感じでね、がっつり答えていきたいなと思います。で、その中で、お名前、ハンドルネーム、もちろんハンドルネームを呼んでいい人、ハンドルネームじゃなく、ハンドルネームのハンドルネームっていうの、ハンドルネームのペンネームみたいなね、だからハンドルネームじゃないこの名前で呼んでくださいっていうのがあったら書いてください。で、もちろん名前読まないでくださいっていうのもありです。で、相談あって公開で、ここは出さないでくださいとか、例えばいろんな相談ごとがあって、これが相談の中に入れたいねんけども、ここのところを書いてしまうと自分特定されたりとかね、もちろんそのネット感だけじゃなくリアルの人にでもね、もし見られたら嫌だっていうことがあったら、こっからここまでは動画では話さないでくださいとかで書いてくれたらね、もちろん動画に話す内容の中にそのチラチラっとこう練り込んでね、わからんようにお答えのどっかに隠し込んでね、本人さんしかわからない答えにすると思うんだけど、ちゃんと答えるようにします。で、こっからここまではダメですとか書かない、言わないでくださいとか、そんなの書いてくれればね、リクエストにお答えできると思います。で、人生相談、いじめとか、上司、会社、学校、家庭内、家族、兄弟、あと恋愛相談、経営相談、いろんなね、何でもいいです。ね、動画、インターネットでブログやってんねんけど、どうやったらバズるでしょうかとか、いや、それあっちゃんも教えてほしいです。だから YouTube 始めたいんだけど、どうやったらいいですかとか、そう、何でもいいです。相談事があればね、誰にも相談できへんねんってあっちゃん聞いてってなったり、で、意外といいのがね、なんで公開相談にするかっていうと、あっちゃんの頭の中のお答えを出します。で、もちろんあっちゃんって大体相談を受けたらね、答えをドンっていうタイプじゃないね、どっちかってその人に導いて自分の答えを引き出してあげたいなっていう答え方をすんねんけども、それだけじゃなく視聴者さんもそれを見てくれて、コメント欄でその相談やったら私やったらこうだよっていう意見を持ち寄ることによって、100人よれば文殊の知恵って言ってね、100人は3人よればかアホ丸出しだな、3人よれば文殊の知恵って言って、人間集まったら集まるだけいろんな知恵が出てきます。だから公開であっちゃんが答えることによって、あっちゃん私やったらこうやわっていう答えとかね、あっちゃんに対する違うそれやったら私やったらこうやこうするねとか意見とかがあったり、みんなの意見をねミックスしてもらって自分のものに取り込んでもらえればと思って公開相談にさせてもらいますっていうことなんでね、もう今この動画が終わり次第、受け付けてます。で、メールはもうねちょっと数日前に作ってあってね、この動画を途中まで撮ってんけどね、途中で、子供が帰ってきて、でそれで止まってしまったからね、何話したのかわからんから途中もつなぐもあれやからもう一回撮り直してんねんけどもね、こんな感じで、募集します。で、メールアドレスはこの下に URL じゃないわ、メールアドレス貼っときます。で、概要欄とかいろんなところにも貼っときます。ちょっとややこしいねんけどもね、あっちゃんねる .main っていうのが今使ってるメールやねんけど、それとよく似てんねんけども、あっちゃんねる .まで一緒です。その後相談、そう SOUDAN 相談ドアットマーク gmail.com、 だからあっちゃんドットから、アットマーク gmail.com は一緒やけど、メインのところが相談っていうね、アドレスに変わんねんけども、その相談、なんでこんなことするのかっていうとね、あっちゃんねるメインで行くとね、スパムも入る、広告メールも入る、で、みんなからのメールも入る、で、相談じゃないのもある。だから、相談ごとのは相談メールにいただければ、公開します。公開相談で行きます。で、公開じゃなくあっちゃんにお話ししたいね、相談したいねっていうのはメインの方に送ってくださいね。相談の方は公開相談ということでやらせてもらいます。で、注意書き
がない場合、ハンドルネームのまんま名前呼ばさせてもらいます。で、ハンドルネーム読まないでって、これで言ってっていうのがあったら、どしどし、どしどし、もう遠慮なく言ってください。あと、まあ、こういうのでやってくれとか、例えばね、何々県やねんけども、こういうところがどうのこうのってなったけども、何々県隠してくださいって言ったら、そこも隠せるしね。でも、情報としていただければね、またそれに対する答えに近いものを出せると思うしね。なかなかそのあたりちょっとね、細かに相談に乗れると思います。で、あっちも分からんことだったらメール返して、詳しく聞いた上で答えさせてもらいます。で、お答えは動画でお答えさせてもらうと思うんでね。ということなんでね、あっちゃんに相談コーナーっていうのを今回からやりたいと思います。で、あっちゃんに質問コーナーっていうのはね、随時じゃなく、期間限定、今から受け付けるよって答え終わるまでに、締め切るよみたいな感じで。質問コーナーやってるんだけども、相談はこれ随時受け付けてます。もういつでも送ってください。で、来たら来次第、お答えさせてもらいます。もちろん、時間かかるかもわからへんし、すぐ答えられるかもわからへんしね。すごく集まってしまったらね、まとめて答えられへんのでね、一人一本ずつでお答えしていきたいなと思うね。ね、そうやって、相談コーナーやっていきたいと思うんで、よかったら、あっちゃんに相談コーナー送ってください。はい、ということで、今ちょっとね、お坊さんが来て、最後、エンディングちょっと撮れへんかったけどね。ということでね、今回この動画がね、終わり次第っていうか、もう今現在から、あっちゃんに相談、あっちゃんに公開相談コーナー、随時受付したいと思うんで、ね、またよかったら相談してください。で、何かね、ご相談事があって、あっちゃんに結構メールいただいてもね、なかなか返されへんかったり、電話出られへんことがあって。で、コメント欄で質問とかね、相談とかあってもね、答えられへん。だから、あっちゃんに対する質問は、ライブ、または、時々やる質問コーナーで。で、相談事は、公開でよければ、公開相談で。で、公開、ちょっと公開じゃなく、直接相談したいねっていう人とかね、やっぱあっちゃんメインの方に送っていただきたいんです。はい。で、どうしてもね、その電話とかでね、もう受け付けてると、すごくでも大変なことになっちゃう。でも、やっぱりね、一番大切なのは自分の命を守ることだね。だからもしも命の危機、もうどうしてももうこの世にいてるのが辛いとか、そういう相談とかは、すぐに答えないといけないので、電話とかで対応させてもらうかもわからへん。やっぱりね、視聴者さんがすごく大事なんね。だからそういう時は電話対応するかもわからへんけど、それ以外のね、緊急じゃない電話っていうのはもう今後ね、一切受け付けないつもりでいてるんでね、緊急の相談とかね、悩み事相談みたいなところ、もう本当にもう自殺しようかなって考えてる、ぐらいのね、追い込まれた時には、あっちゃんに相談してください。お電話対応はさせていただきます。それ以外のね、お電話対応っていうのはね、すごい時間かかっちゃうんでね、で、それと、あっちゃんもね、出れるか出れへんか、もちろんね、自殺相談でもうすぐもうどうしようかって悩んでてね、電話したけど出られへんかってんっていうのすごく悲しいんでね、それだけは分かってほしいんだけども、あっちゃんはすぐ出られる人間じゃないんでね、そういう時なんかアクション起こしてもらえれば、できるだけ、あっちゃんも対応してあげたいなと思ってるんでね、まず自分の命を大切にしてくださいね、もちろん。で、それ以外でね、もっと緩く公開相談で、いつか答えてくれたら嬉しいなっていうのがあったら、この公開相談、この動画にください。はい、この動画のコメントじゃないよ、この動画の概要欄にあるメールアドレスにください。よろしくお願いします。ということでね、あっちゃんに公開相談、新コーナー、やっていきたいと思います。時々こんな感じでね、募集動画上げていくけども、募集動画がなくてもね、コメント欄とか、いろんな動画のコメント欄とか、概要欄とかに貼っとくようにするんで、あっちゃんねる相談、@gmail.com っていうところにね、いただければ公開でお答えさせていただきます。では、今から募集するんでよろしくお願いします。何か相談事あったら、ぜひぜひ、してください。またさっきももう一回言うとくけどもね、人生相談、悩み相談、いろんな、なんていうの、いじめとか、もうパワハラとか、セクハラとか、ね、DV とか、で、あと、なんだろう、家計のやりくりとか、お料理の、なんか、相談とか、なんだろうね、子育てとか、あっちゃんの専門外でもいいです。どないか頑張って答えます。はい、そんな感じなんでね、あっちゃんもね、であっちゃんだけじゃなく、コメント欄で持ち寄れるんでね、みんなのお答えも聞けるんでね、ぜひぜひ公開相談、使ってください。ということでね、今日はそれの募集の動画でした。では、またね、バイバイ。